はい、皆さんどうもこんばんは、ホラです。ではいつものやっていきましょう。今2人目だから3人目、しんどくんかな。しんどくん今日はちょっとね、お茶でも飲みながら優雅にやっていきたいと思います。で、じゃあしんどくんの話を聞いてみましょう。よう、相模って言ったな。俺の名前は新藤誠、3年 D 組だ。日野に頼まれて来てやった。いいものの、きったねえ部屋だな。日野に呼ばれなきゃこんなところ一生来なかったのな。結構綺麗好きなのかな。次は俺が話す番か。だったらとっておきの話をしてやるよ。お、頼むよ。と思ったが、いきなり話をするってのも芸がねえよな。そう、せっかくこうして知り合ったんだしよ、お前がどうして新聞部に入ったのか教えてくれねえか。なんと、あ、これもなんか聞かれたんだ。前からなんとなく入りました。なんとなく、お前なんとなく部活を決めちゃうのか。まあそんな部活ぐらい別にいいんじゃん、なんとなくでも。知った根性あるやつかと思ったが、見込み違いだったようだな。俺も日野に借りがなきゃこんなところで話をする義理はねえんだ。ちゃっちゃと終わらしちまおうか、こんなくだらねえ集会はよ。なんでいきなり不機嫌になったぞ。別にいいじゃん、なんとなく部活決めたってさ。なんとなく部活入って別に最後まで続ける人だっているんだしさ。なんか最初からすごいやる気があって入ればうまくいくっていうもんでもないしょ。いいじゃん、ちゃんとやってんだからさ。部活くわ。それじゃあ早速話を始めるとするか。ところでお前気づいてるか、この部屋なんか怪しくねえか。霊ってのはよ、人間の気を敏感に察知するっていうからな。それでな、霊は恐怖心を持ったやつの周りに集まるって言うじゃねえか。はあはあ。よく怪我をすると霊が集まるって言うだろ。あ、怪我じゃねえ、階段すると霊が集まるって言うだろ。そういうことなんだよ。怖い話をしているとき、突然背筋にゾクって寒気が走る。あれはな、そいつの背中を霊が撫でてるんだぜ。坂上、お前まさか怖がったりしてねえよな。怖いです。そうか、怖いのか。正直でいいことだが、だったらお前は霊の餌食だよ。お前の精神は霊に食われちまうのさ。だから気をつけろよ。この部屋には霊がうじゃうじゃいる。霊に精神を食われねえようにしっかり自分を保つんだ。覚悟はできてるだろうな、お前。俺が話し始めたら、もう後戻りはできないぜ。いいな。それじゃあ話を始めてやろう。俺の知ってる学校の七不思議の一つを。何これ。坂上はよ、まじないシール、まじないマンシール、ないその、びっくりマンチョコのパクリみたいなの。って知ってるか。ほら、覚えてないか。ガキの頃流行っただろう。チョコのおまけに入ってるシールなんだけど、まんまびっくりマンチョコじゃん。みんな中のシール欲しさに買うもんだからな。肝心のチョコをドブとかに捨てしまったりしてな。もったいな、ドブには捨てないだろう。親とか先行にこっぴどく怒られた記憶とかねえか。でもボランの時はそのびっくりマンシールと、あとあれがなんかチョコエッグみたいな箱が流行ったな。フィギュア、中にフィギュアが入ってるやつ。はい、あのチョコがうまいんだっていうやつもたまにいるけどな。何度も食ってりゃさすがに飽きるぜ。あくまで見当たシール、チョコの方がおまけだからな。それでな、シールには天使、悪魔、神様の3種類があってたな。キラって呼ばれててな、1箱40個のチョコの中でも少ししか入ってねえんだよ。あったな、少ししか 入ってないこともあったな。だからか、当たったらみんな大騒ぎしたのさ。異様な光景だったぜ。みんなで駄菓子屋の前で万歳したり、外れたやつが悔しがってキラーを引いたやつを脅しにかかったりして。そう、どういう脅しだよ。あら、話を戻そう。地味なデザインの天使悪魔シールと違って、神様シールはキラキラ光ってかっこよかったからな。最近でいうちょっとしたレアアイテムだぜ。箱の後ろから2番目を取ると、
当たる確率が高いなって話もあったぜ。へえ、なんかそういうのあった気がすんな、このとこも。でもよ、昔呪いマンシールにあったあれがさ、坂上は知ってるか。なんだよ、知らねえのか。世代の差を感じるぜ。その噂ってのはこんな話だ。呪いマンシールの悪魔シールには数万枚一枚の割合で本物の悪魔を呼び出せるシールがあるって噂だ。何でも呼び出された悪魔は呼び出した人間の願いをその力で叶えてくれるそうだぜ。今聞くと、にもガキが考えそうな、いかにもガキが考えそうな話だけどよ、昔は真面目に信じたりしたっけな。どうだ坂上、お前はこんな噂信じられるか。はあ、そういうこともあるかもしんない。信じられる、信じられない、信じましょう。マジかよ、お前純粋なやつだな。それとも単なるバカか。はあ、そんなムッとした顔すんなよ。お前みたいなやつは嫌いじゃないぜ。今から俺が話す話にはお前みたいなやつにお似合いの話さ。昔鳴神学園にいたんだよ、そのシールを持ってたやつかな。俺が話すのはその悪魔のシールを手に入れた男が辿った末路だ。なんだこいつ。昔ここの1年だった森永ってやつがある日の放課後、教室に古いアルバムを持ってきたそうだ。部屋掃除してたらさ、すげえ懐かしいもの見つけちまってよ。そう言って森永がアルバムを開くと、そこには膨大な呪いマンシールのコレクションが収納されていた。懐かしいな、呪いマンとか久々に見た俺。クラスの連中は森永の持ってきたアルバムを見ながら口々に当時の思い出なんかを語り合った。何せ流行ったのは小学校の頃だからな。もうみんなそんなシールを集めていたことすら忘れてたんだろうな。お、組み出し当時もあんじゃん。俺もこれ持ってたわ。このシールってさ、ガキ相手のおもちゃなんで、キャラクターのデザインがヤバいってどっかの PTA かなんかのメーカーに文句言って生産中止になったんだろう。マジでそれは知らなかったわ。それはガスだぞ。本当は販売してた会社の社長が妙な宗教にハマったのが原因だってよ。それこそガスじゃん。そんな感じで、誰やこいつは。森永がノルイマンの話でクラスメートと盛り上がっていたら、千葉勇気っていうクラスであまり目立たないやつが話しかけてきた。僕にもそれ見せてよ。千葉ってやつは成績はいいんだけど性格が暗そうでオタクっぽいやつよ。自分から他人に話しかけることなんてめったにないからみんな驚いてそうだ。そんな連中をよそに、千葉は森永のアルバムを舐めるようにじっくり解説するとおかしなことを言ってきた。森永くん、お願いがあるんだ。このアルバムを僕に売ってくれないかい。全員唖然としたそうだ。そりゃいきなり売ってくれだもんな。それで森永はからかい半分で5万で売ってやるよって言ったんだ。これでいいかい。じゃあこれをもらっていくから。驚いたことに千葉は全く躊躇せずに5万をよく5万円持ってたな。今森永に渡すとアルバムを持ってそそくそく帰っちまってそうだ。千葉ってやつは呪いマンシールのコレクターだったかな。マニアって怖えよな。だって5万だぜ。お前いくら好きなものだからって学生がポンと出せる金額じゃねえだろ。まあね、よく持ってたな。まあ、なんでもその千葉の両親は医者だったそうだから、やつからしたら安い買い物だったかもしれねえけどよ。金持ちの子か。金持ちのボンボンってやつだ。家にはアルバム十数冊にも及ぶ呪いマンシールのコレクションがあったそうだね。千葉は帰宅すると森永から買い取ったアルバムに収納されている呪いマンシールを一つまた一つを丁寧に取り出して、うっとりとした表情でそれを眺めて楽しんでいた。これで全種類コンプリートだ。ふふふ。森永から買い取ったコレクションには千葉がまだ持っていなかったシールが何てかあったんだよな。ダブリの方が多かったんだかな。あの時千葉にとっては大した問題じゃなかった。千葉は呪いマンシールを愛してるからな。数が多ければ多いほど興奮したんだろうぜ。正直俺には分からねえ感覚だ。千葉は買い取ったシールに仕分けされたアルバムに慎重に収納していたんだ。それはまるで宝石にも取り扱うかのようだったらしいよ。見たわけじゃないけどな。
そんな千葉だがな、あることに気がついたのさ。簡単なことだ。見たこともないおかしなシールがあることに気づいたのさ。シールの隙に小さく何かを指さす手のマークが入ってたんだ。それはな、当然だけど森岩から買い取ったシールの一つだった。なんだろうこれ、偽物ってわけでもなさそうだけど、イスプリントかな。その時千葉は呪いマンシールにまつわる例の噂を思い出した。悪魔を呼び出せるシールの噂をな。まさかね。でもまるでこの方向にめくれって言ってるみたいだな。なんだなんだ。千葉がそのシールについていろいろ考えを巡らせていた時、家の電話が鳴った。両親が仕事で出ているから取れる人間は千葉しかいねえ。仕方なく千葉は電話に出ることにした。もしもし。おいてめえ千葉、ふざけんなよ。おい、千葉から聞こえ、電話から聞こえてきたのは聞き覚えのある声だった。それでも千葉はこう聞き返した。誰？森永だ。電話の相手は森永だった。なぜか待ち切れしてて千葉が対応に戸惑っていると森永が早口で話したってたんだ。詳しいやつから聞いたぞ。お前に売った俺のシールの中にマニアの間では数十万で取引されるシールがあったかってな。何？どのシールってこと？とぼけんなよ、踏みなし同士で。へぇ、千葉は一瞬ドキリとした。なぜさっきまでこれが悪魔を呼び出せるシールじゃないかと考えていたのか、あの首なし当時のシールだったんだからな。だが千葉は怒る森永に冷静に説明した。それは呪いマンアイスの方の首なし当時のことだよ。森永君から買い取った首なし当時はチョコの方だから、特に高値で取引されるシールじゃないんだ。その言葉に森永が激怒したのさ。嘘つけ、てめえは俺が何も知らないと思って俺から安く買い叩いたんだ。嘘じゃないって。それに僕は換金目当てで集めているわけじゃないから誰かに売るとか考えたこともないよ。いいや、てめえは信用できねえ。千葉の説明に全く聞く耳を持たない森永に千葉はどんどん腹が立ってきた。だからつい売り言葉で買い言葉できつく言い返してしまったのさ。変な言いがかりはやめてよ森永君。だいたい5万円でって言ったの君じゃないか。確かに俺は何も知らなかったからだ。お前はそんな俺を騙したんだ。いや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 、そんなのこれは言いがかりだわ。話にならないね。あれはもう僕のものだ。返す気なんてないからもう切るよ。そう冷たく言い放すと千葉は電話を切り自分の部屋に戻った。もともと友達なんてほとんどいない暗いやつだからな。今さら誰に嫌われても平気ってわけだ。ある意味大したやつだぜ。まったくよ。部屋に戻った千葉はその普通ではない首なし当時のシールをどうやって使えばいいかを再び考え始めたんだ。悪魔を呼び出せるシール。坂上、お前だったらどうする？シールを剥がしてみるか。まあまあ剥がすよね。どうしようかな。壊して、ここはあえての剥がさない。怖くてできない。何を見に行ってんだ。お前臆病なやつだな。でも千葉もそのシールを切らなかった。あ、まあ要はその剥がしちゃったらあれってことで、その価値が下がったらそういうことだよ。シールを抜けちまったら価値がなくなっちまう。飛び出し当時のシールってレアなシールなんだ。あー、そうなんだ。それに加え通常とは違うものがプリントされている。収集家の間じゃこういうプリントミスしたシールはさらに高値で取引されてるって話だ。そのせいか千葉はもったいなくてシールをめくることができなかったんだな。結局千葉はそのシールをコレクションの一つとして大事にアルバムにしまうことにした。次の日、学校に登校した千葉は真っ先に森永に声をかけられた。おい、千葉。森永はそう言うと、千葉の机に5万円を投げ捨てた。おい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 。それはいかんぞ、お金は大事にしないとよ。なんだい、このお金は。金は返す。だから俺の呪いマンシールを返せ。返してほしいんだったら、もっとそれなりにさ、当てに出るとかさ、
こういうのないわけ。はあ、昨日君に言ったじゃないか、取引はもう成立した、あれはもう僕のものだ。君がお金を返すと言ったところで返す気はないよ。何だとてめえ。これは裁判ですね。森永はいきなり芝の胸ぐらを掴んだ。芝も負けじと森永を迎えした。不死色触発、周りは何事かと大騒ぎさ。誰かがこの騒ぎをひっくりすぶちくりに行ったんだろう。慌てた先行が二人を生徒指導室に連れて行き事情を聞いた。森永は自分の呪いマシーンのアルバムを芝に5万で売ったこと、次の日それを返してほしいと持ちかけて断られたことを先行に話したんだ。こういう生徒同士でね、金銭の取引やトラブルになることを、ね、絶対しないように。森永はこれで千葉から呪いマンシールを取り返せる、そう思った。いや、ずいぶん自分勝手だね。しかし事態は思わぬ方向に動いたんだ。先行たちは森永が千葉を恐喝して呪いマンシール5万で売りつけたとして森永を退学処分にしたんだ。驚いたのは森永の方さ。呪いマンシールは手元に戻ったが、自分は退学処分。両親もカンカンだ。お前の教育が悪いだろ。夫婦喧嘩始め、家庭がめちゃくちゃになっちまったんだ。でも呪いマンシールは手に入ったんだ。しかし驚いたのは千葉も同じだった。森永から手に入れた呪いマンシールは没収されて、手元にはその代金5万円だけが残った。千葉にとっては紙くず同然の価値しかないものだ。これはどっちも、これはなんかどっちも損をしてしまったね。どうやらこの一件には千葉の両親が絡んでいるらしくてな、学校側にいろいろと圧力をかけて半ば無理やり森永を辞めさせたらしいぜ。話は終わったかのように思えた。だがな、まだ幕は降りてなかったのさ。事件から少しして千葉が帰宅した時のことだ。やつの部屋に母親がいた。部屋を片付けているようだった。嫌な予感の人たち、千葉はすぐに話しかけた。まさかコレクション捨てたか。お母さん何してるの。あなたの部屋の掃除を、余計なものは全部捨てておきましたからね。ありがとう。そう言ってふと自分の本棚を見たときに千葉は違和感を感じた。呪いマンシールをコレクションしていたアルバムがなくなってるじゃないか。お母さん、この棚にあったアルバムは。ああ、捨てましたよ。何してくれとんのや。え？母親の何気ない一言に千葉は驚愕した。いい年してあんなおもちゃのシールなんて集めて、こんなものばかり集めてるから他の子から舐められるのよ。捨てて正解よ、あんなゴミは。あのね、人の大事なもダメだよ。こういうたまにこういう女の人いるけどさ、そうやって人の大事なもの、彼氏の大事なものとか勝手に捨てちゃう人とかいるけどさ、その人にとってはあの、あなたにとっては全然価値がないものに見えるけど、その人にとってはすっごい大事なものの可能性があるから、こうやって人のものは勝手に捨てちゃダメ。ゴミだって。千葉にとって呪いマンシールの収集は自分の全てと言ってもよかった。親に言われたままただ勉強だけを黙々としてきた千葉にとって唯一自分で選んだものだったんだ。それを否定されることは自分を否定されることと一緒だったんだな。固まって動かない千葉を無視して母親は部屋を出ようとした。部屋には母親がいけたらしい高価そうなガラスの花瓶が飾って、こういうのね、勝手にそういうことしちゃダメ。勝手に人の部屋に入って勝手にもう物をね、自分人の大事なものを捨てちゃダメだよ。千葉はそれを両手で持つと母親の後頭部に向かって思いっきり叩きつけたんだ。ギャー。前のめりになった母親に馬のいない千葉は何度も花瓶を叩きつけた。ゴミだと。僕の大事なコレクションをゴミ終わりする。お前がゴミだ。死ね、僕の前から消えろ。千葉はこれまで押さえつけられていた。なんだろうこれ。なんとかお払いのくわすかのごとく長い間母親を殴りつけた。そしてしばらくして気持ちが落ち着くにつれ、自分がとんでもないことをしたことに気づいたんだ。これも
これも全部あいつのせいだ。あいつがおとなしく僕に呪いましろ譲っていればブツブツつぶやきながら千葉はゆっくりと立ち上がった。頭の中には全ての元凶である森永の姿があった。夕焼けを背に千葉は森永の家を目指していた。右手に出刃包丁を持ってな。あいつのせいだ。あいつがおとなしく僕にシールを譲っていれば。完全に逆恨みだよな。まあそうだね、逆恨みだね。それはそんなことをブツブツとつぶやきながら長い鍵を作りながら千葉を歩いた。ふと人の気配を感じて前を見るとそこには探していた森永の姿があった。まあちょっと面白くなってきましたよ。森永は学校にいた頃に比べて頬は痩せこけて目はくぼんでいた。死神のようなという例えはキャツのためにあるんじゃねえかと思っても過言じゃねえ。そして死神のような顔の森永の右手には長く光る棒、死神の鎌みたいに見えたそれは金属バットだった。そうさ、森永も自分の学生生活をめちゃくちゃにした島に復讐してやろうと思っていたわけだ。なるほどね、これはもうバトルロワイヤルが始まるよ今から。千葉、森永、お互いがそれぞれの名をつぶやいた後発した言葉同じだった。死ね。その後辺りは静まり返った。しばらくして現場を通った通行人が見たのは心臓に出刃包丁が突き刺さった森永と頭蓋骨が陥没し脳みそが飛び出した千葉の死体だったそうだ。そして傍らにはあの首なし同士のシールもな。これで俺の話は終わりだ。何？結局悪魔なんて出てこなかった？坂上、お前分かってねえな。悪魔を呼び出しシールってのは当たってたと思う、俺は思うぜ。そう、人の心の中の悪魔を呼び出すな。さ、次は誰が話すんだ。はい、これでね、進路くんの話が終わりました。はぁ、なるほどね。とにかく、まあ、いつも、まあ、さっきも言いましたけど、そうやって他の人がね大事にしているものを勝手にね自分がねいらないと思って捨てちゃダメですよ。よくそういう人いますけど、これはもう絶対ダメ。自分はそう価値がないって思ってるものでも相手にとってすごく大事なことものかもしれないからね。じゃあそれを、今回の教訓はそれだね、やっぱり。じゃあ今日はとりあえずこれで終わりにしましょう。お疲れ様でした。